はい、どうも、とこうちょうです。皆さん9月の24日発売されましたフュージョンアーツ手に入りましたでしょうか？私はですね、今回5店舗ぐらいかな、抽選に応募したんですけれども、なんとどれも全て外れてしまいまして、9月の24日日付が変わってからすぐにね、近くのコンビニの練り歩いたんですけれども、2パックしか手に入れることができませんで、いやもう今回ね、ボックスの開封できないかなと思っていたんですけれども、なんと今回ですね、工藤さんの方でボックスが2つ当選しておりまして、そのうちの1ボックスポケモンセンターオンラインで当選されたものを譲っていただきました。本当にありがとうございます。というわけで今回はこちらの方を使ってですね、大事に開封動画の方を撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。いやまあでも本当にポケモンカード手に入りづらくなりましたよね。フュージョンアーツ買った人を狙ってなんか窃盗事件ね、なんか起こったみたいなニュースも見ていますしね、なんか物騒な世の中になったなと思うところでございます。一時的にさ、全国のお店で売るのやめて、オンラインでさ、希望者全員に販売するような形に変更すればいいと思うんですけどね。どうなんでしょう？できないのかな？で、あとは、12月の17日に発売されるスタートデッキ100。あれもね、私は好きですよ。100種類のデッキがね、ランダムで入ってますっていうのめっちゃ面白いと思うんだけども、一つだけ気にしてるのが、全部キラのデッキとかさ、 SR が封入されたデッキとか、そういうのがたまにありますみたいなことになると、すごくおかしなことになると思うんです。なんかね、そういう変な話になってなければいいなと思うところでございますね。そういったものなくね、全て平等に100種類のうちどれか1つのデッキが入っていると、そういう仕組みにしてくれたら嬉しいなって思うところです。改めて工藤さんありがとうございます。じゃあ開封の方させていただきますね。1パックずついきます。よろしくお願いいたします。まずは1パック目。よいしょ。はい、早速ダブルレアからのスタートでございます。いきましょう。ブルー、キャタピー。いいですね。かわいい。で、ここからからの、よいしょ。お、話したいカードがいきなり出てきてくれました。イラストレーターさん、タクヨアさんというイラストレーターさんでございます。ご紹介させていただきましょう。フーパ V ですね。はい、いただきました。ありがとうございます。そして、佐久間さんのダンサーでございます。というわけで、フーパ V ご紹介させていただきましょう。イラストレーターさん、タクヨアさんという方でございます。こちら、新しいイラストレーターさんでございまして、なんと、イラストレーターグランプリ第1回、第2回、いずれも一次審査を通過されているイラストレーターさんでございます。第2回の時は確かゲノセクトの 3DCG ご担当されていたかなと記憶しております。私もね、昨年のイラストレーターグランプリ一次審査通過が決まった皆さんのイラストね、見ながらちょっと動画を撮っていたんですけれども、その時もね、この人のイラストフルアートで見たいなっていう風に紹介していた、そんなイラストレーターさんでございます。今回無事ポケモンカードのイラストレーター、公認イラストレーターとしてデビューされました。小川さん、改めましておめでとうございます。今後も頑張ってください。活躍期待しております。はい、では続いていきましょう。2パック目。松野千佳さんのムシャーナ、そして姉崎さんのパルル、いいですね。これスリーブ色で、ホルード魔法さんからの、よいしょ、郡島宗一郎さんのドラパルド、そしてクワガノンでございます。ありがとうございます。今回出た中でいけば、郡島宗一郎さんが、あれかな、タクヨアさんと同期っていう言い方をしていいのかな、イラストレーターグランプリで1位審査を通過されたお二人でございますね。はい、続きまして3パック目。よいしょ、サポート花月さんいただきました。この人って何の人だったっけ？公園の四天王だそうです。すいません。後ろの方から工藤さんがアドバイスくれました。ありがとうございます。で、続きまして、これ何パック目 ?4 パック目。はい。で、そうそうさんのまっすぐまーからの、ガラルサニゴーンでございますね。ガラルサニゴーンは水産のイラストでございます。特別な特性はついておりませんけれども、変わった技がついております。押し付け再生1エネの技。ダメージはなしですね。相手のトラッシュから種ポケモンのポケモン部位を1枚選んでベンチに出させますと。そしてその後そのポケモンの残りヒットポイントが30になるようにダメ顔を乗せると。相手のクロバット部位とかね、引っ張ってこれることもできますし、まあ、サニゴーンが場に残り続けちゃうっていうところがちょっとね、怖いところではあるんですけれども、でもサイド2枚取れるチャンスを増やしてくれるっていうところでなかなか面白いカードでございますね。これで5パック目ですね。5パック目でトリプルレアが来ているような気がします。見ていきましょう。ドラメシア。はい、こちらここ柄とかね、オーロンゲとかイラストに描かれていますと。後ろの方に観覧車も見えますね。はい。で、ヒットデーマン、そして、よいしょ。鶴田沙耶さんのヌメイル。いいですね。今回も隠しモンスターボールが書かれています。書かれております。皆さんちゃんとお手元の方にいらっしゃいましたら、モンスターボールを探してあげてね。よろしくお願いいたします。そして、トリプルエデア。いただきました。イラストレーターさんが、江川明さんでございます。ということで 100% 確実にシャンデラ VMAX いただきました。ありがとうございます。いやー嬉しい。そしてフュージョンエネルギー。良いですね、良いですね。ちょいと待ってね。今回ね、シャンデラ VMAX、すでに発売前に情報が出ておりましたけれども、江川明さんの方で作画ミスがあったということで、公式サイトの方に記載がございましたね。この目の横の部分、ここの部分本来は線がないんだけれども線描いちゃったっつって、そういうようなイラストになっておりますと。まあ私としてはね、江川さんもね、人間なんだなってこうしみじみと思ったところでございます。はい、続きまして、ホルビーいいですね。友達を探す。そしてエレズンが児玉さんのイラスト。よき。かわいいね。なんかこの色合いを見ると、ドーブルのイラスト、ちょっと思い出すような気がしますね。あれも確か緑と黄色と赤じゃなかったっけ？どうだったっけ？出てきたら確認しましょう。そして、ドリューズ、リー・ヒョンジョンさんのイラストでございます。ゲームフリークの中の人でございまして、ポカブの、デザインご担当された方でございます。はい、そしてダストダス、こちらもスイさんですね。今回スイさんのイラスト結構多いね。いただきました。ありがとうございます。そして西田優さんのラティアスでございます。良いですね。レッドアシスト。自分の番に1回使える。自分の手札から超エネルギー1枚選んで、ラティオスにつけるというような能力でございます。こちらはラティアス、ラティオス、両方揃ったらちょっとご紹介の方させていただこうかなといったところでございます。上に置いておきますね。よいしょ。さて続いていきましょう。ガラルサニゴーン。いいですね。斉藤幸喜さんからのモグリュウ、ドーブル来ましたね。これがほら黄色と緑と赤でございますね。ここに青もあるかな。なるほど。さっきのやつと比べると、よいしょ、色合いが若干似ていますね。なんかこれ組み合わせあんのかな。このカードのイラスト、なんとなく色合いに組み合わせのなんか妙みたいなところを感じますけれども、特にカードの能力的なつながりはなさそうですといったところですね。なるほど。ありがとうございます。ハンテールいただきました。おつまみさんのイラスト。そして、アギルダーでございますね。こちらはなぎみそさんでございます。おつまみさんのイラスト完全に、ブルーとかの頃からまた元に戻りましたね。カラカラとかのイラストご担当されたあの頃のおつまみさんのイラストに変わったかな、戻ったかなと感じるところでございます。そして続きまして、エリキテルでございます。エリキテル、この光ってる感じのエリキテルさ、皆さんポケカで描きがちですよね。お気に入りなのかな？イラストレーターさんお気に入りの姿なのかな？はい。で、続きまして、ちょぼまき、渋蔵さんのイラスト。後ろにはメタモンがいらっしゃいますと。メタモン好きの方もぜひぜひチェックしてみてください。そして、ゴローンでございますね。福田正和さん。そして、大平、姉崎ダイナミックさん。で、クロスシバ。でございますね。今回久しぶりにあれですね、2枚以上、組み合わせないと使えないっていうカードが出てきましたね。クロスシーバーというものでございます。私はあまり効率良くないように感じるんだけれども、グッズでこれができるっていうのは強いのかもしれないね。はい、続きましてエネコからのトゲの丸。いいね。加藤オズワルドさんのイラストでございます。今年からポケモンカード、ご担当されてる方なんですけれども、スタジアムのイラストとか風景のものが多いので、ポケモンのイラストを手掛けられるとちょっと新鮮なイメージがありますね。はい、ありがとうございます。そして姉崎さんのパールル、よいしょ、からの、よいしょ、プラネッタの辻さんのイラストでございます。そしてダブルレアでございますね。よいしょ。これは誰だ？あ、鋼タイプでございますね。鋼タイプっていうことは、あいつはゲノセクト。よいしょ。いただきました。ありがとうございます。からのモスノウでございますね。ちびさんのイラストやっぱ綺麗だな。回を追うごとにちびさんのイラストってさ、なんか、深みが増していってますよね。もともともうちょっとふわっとしたイラストだったと思うんですけども、なんかちびさんのイラストのね、表現力がちょっとまた上がったように感じますね。いや、素晴らしい。はい。そして一見のセクトでございますね。よいしょ。これでダブルレアが2つ、トリプルレアが1つと。前半戦も終盤に差し掛かってきました。ノーマルはね、結構ダブってるカードがありそうなんですけれども、ガーリーいいですね。佐藤成美さんのイラストでございます。佐藤成美さんは、第1回のイラストグランプリで EV のイラストを手掛けられた方でございます。そして二条なごみさん、この方は同じく第1回のイラストグランプリで、保護ですね、イラストを手掛けられておりますといったところで、そしてパワータブレットでございます。こちらのグッズ、これは確か UR が存在するのかな今回。続きまして、雪はみ、レザード姫丸先生で、岡地家さんの石つぶってで、駒山明さんのグランブルつかみ取るでございますね。からの、小宮智和さんのアリケーツでございます。小宮さんのイラストやっぱ味があっていいよね。昔のピッピとかスリーパーのイラストとかなんかすごい印象的だったのをよく覚えております。続きましてレアのカードが来ております。柴田さんのヤブクロン、キノガッサ馬場ユキコさんで、ワニの子が水江さんからのナギミソさんのストリンダー、最後が隊列でございますね。なんかさ、ここのシーンで隊列が壁際にね、こうなんか追いやられているような姿描かれてるんですけど、ここにさシルエットが映ってますよね。このシルエットさ、何のポケモンなんだろうと思ってちょっといろいろ考えてたりとかしたんですけど、少なくとも今回のイラストの中でこの隊列に関連しそうなものってちょっと見受けられなかったですよね。この影皆さんどんなポケモンだと思いますか？なんか思いついたことがあればぜひコメントで教えてください。はい、伊藤圭一郎さんのいわく、そして、木村直代さんのキノココで、梅本京子さんのブルーで、スターミーサクラビスでございます。サクラビスは筒井美沙さんのイラストでございますね。今回も地引きはできましたね。よかったよかった。今回ね、一番高騰しているカード、おそらくミュー VMAX のスペシャルアートになってくると思うんですけども、あちらがね江川明さんがイラストを手掛けていらっしゃるようでございましてね、私としてはどうやって手に入れたもんかなと、もう少し先かなとかいろいろ考えているところでございます。前回のブラッキー VMAX の時もそうでしたけど、江川さん結構高額カードを手掛けるようになってまいりましたね。私のコレクションがだんだんちょっと高騰してきているような、そんな感じでございますと。はい、さてさて、お手元に持っておりますこちらはブルー、イラストレーターさん梅本京子さんでございます。梅本さんと言いますと、この度大阪の方に新しくポケフタが追加されたんですけれども、そちらのイラストをご担当いただいております。なんとプチーともね、大阪の方のポケフタの方で、無事追加されましたので、またちょっとね、コロナの合間を縫って大阪の方ね、ちょっと帰省がてら、ポケフタ見に行こうかなって思ってるところでございます。はい。前半戦ラスト2パックでございます。ココゴラさん。はい。で、メルタン。このメルタンなんかすごい劇画タッチで描かれているような、そんな印象を受けますね。イラストレーターさん、T 次郎さんでございますと。はい。からの、根岸重則さんのバルチャイ。この方のイラストなんかすぐにわかるよね。よいしょ。はい。そして、クロススイッチャー。これも2枚で働くやつかな。で、西田優さんのウィンディでございます。ありがとうございます。西田優さん、いいですね。ウィンディのイラストが出るたび筒井さんかなって見て、いや筒井さんじゃないな、筒井美沙さん、ウィンディめっちゃ好きな方でございまして、ウィンディの2分の1サイズのなんかでっかいぬいぐるみなんか添い寝できるやつが、4万円ぐらいでポケセンで発売されてると思うんですけども、あちらの方もね筒井さんがねなんかツイートでいろいろリアクションされていて、ああいいな、やっぱ好きなんだなウィンディとか思いながらツイート眺めておりました。筒井さんのウィンディいつか見てみたいな。はい、こんな感じでございます。はい。というわけで、前半戦ラスト。これは、ダブルレアかな、もしくは SR かなっていうものが来ております。楽しみにしていきましょう。でもこれ多分だけど、パルス 1V だと思います。見ていきましょう。桐崎さんのエネコロロ、ムンナ、工藤さん。で、ヌメラからの、よいしょ。長沢慎さんのイラストですね。で、ダブルレアの雷タイプ。ということで、パルス1でございますね。よいしょ。はい、いただきました。ありがとうございます。いいですね。これ、森の中にいらっしゃるんですね。森の中で描かれるパルス1って結構珍しいような気がしますね。なんか疾走しながら雷を思いっきり打っておりますと。ね、エレキバレットっていう技持ってるけど、なんとなくボルテッカーっぽい感じが感じられませんかね。ダブルレアが3枚来ました。あと1枚ぐらい来るかな。で、トリプルレアはあと1枚ないし2枚かなっていったところですね。はい。では後半戦行ってまいりましょう。モグリュウからのリョウジュラ。これもネギシチネムノリさんでございますね。いいね。このなんかドラクエのイラストみたい。本当に。はい。で、アゴジムシ。これは伊藤麻子さんでございます。編みぐるみね。で、バトルビップパス。噛むね。からの、特製熱血レッスンを持った踊り鳥いただきました。こちらも紹介させていただきましょう。イラストレーターさんは加藤オズワルドさんでございます。熱血レッスン。このポケモンがいる限り、自分のフュージョンのポケモン全員が相手のポケモンから受ける技のダメージはマイナス20される。フュージョンのデッキ作るんであれば、とりあえず踊り鳥、1体はちょっとベンチに出しておくといいのかなというようなカードでございます。踊り鳥の格好がすごいなんか独特ですね。こうなんか、これなんて言うんでしたっけ？なんかプロレスでこんな技ありますよね。あれか、ポケモンでいうところのクロスチョップみたいな。そんな感じの動きしてますね。大田島あゆみさんの名残の大鈴でございます。でっかい鈴いただきました。ありがとうございます。で、続きまして、なんかトリプルレアっぽいやつがちらっと見えておりますが、見ていきましょう。いきましょう。ヌメイル、かわいい。ヒトデマン、かわいい。青ガラス、かっこいい。そして、トリプルレア。5番グラフィックスさんのイラスト。ここで超タイプ。ということで、ミュー VMAX かな。いただきました。ありがとうございます。いやー、今回のミュウめっちゃ可愛いよね。ミュウ V が有田光弘さんのイラスト。で、ミュウ VMAX が5番グラフィックスさん。で、ミュウ VMAX の、スペシャルアートが江川明さんですね。ミュウ V のスペシャルアート多分あると思うんだけれど、それのイラストレーターさん誰かはちょっと記憶してないな。ていうか多分まだ私イラスト見てない。はい、じゃあ続いていきます。後半の残り十数パック残してるんですけれども、ここで SR かな？なんかスペシャルアートとかではなさそうですね。行かせていただきましょう。ガラルサ25からのエレズン、そしてゴローンで、よいしょ！ SR ですね。林代咲さんのイラストでございます。ということは、このタイプ、シャンデラですね。シャンデラ V。いただきました。ありがとうございます。そして、マラカッチでございます。シャンデラか。せめて VMAX が良かったなって、ちょっと思ってしまうところ。まあ、よかろう。まあ、よかろう。ね、シャンデラ可愛いからいいよね。よいしょ。で、これで見比べることができますね。はい。シャンデラ V。このイラストだと、ここに線が入っておりませんが、シャンデラ VMAX。ここに線が入っておりますと。こういうちょっとした作画ミスがあったよっていうお話でございました。はい。では、あとはちょっと流しでいくかな。ハイレアリティのものが何か出れば、ちょっとご説明させていただければと思います。いや、違う。ダブルレアで一つね、ちょっと紹介してないカードがあるんだ。それが引けたら嬉しいなと思うところです。いただきました。ありがとうございます。デオキシス、フュージョン一撃連撃でございますね。もうね、私はこのカードは作っちゃダメだったと思うんだよな。この3つを1つのカードに書いてしまったことによって、なんかさ、一撃の新しいカード作ろうとか、連撃の新しいカード作ろうとかってなった時にさ、あ、でもさ、デオキシスが3つ持ってるから、フュージョンのあのカードと組み合わせるとなんかこういう悪いことできちゃうじゃん。だから作れなくねみたいな感じで、このカードがあるがゆえに一撃連撃フュージョンの強いカードが今後作れなくなる可能性ってあると思うんですよ。ね、なんかそういうのを考えるとさ、この3つをなんか書いてみましたみたいな、なんかちょっと木をてらって作ってみました、この発想はなかっただろうみたいな、なんかドヤ顔がね、なんかクリーチャーズの方から見える気がして、なんかすげえ軽率だなって私は思いました。めっちゃ思いました。このカードがあるがゆえに出れなくなった、世に出れなくなったカード多分めちゃくちゃあるんだろうなと思って、なんか切ない気持ちになりました。わかんない。逆にさ、そういうカードが出てデオキシスが無双してくれる未来っていうのもあってもいいかもしれない。それはそれで私楽しみにしてます。ハタチュウさんでドラゴンだったら、あれじゃね、ラティオスだね。よいしょ、いただきました。ありがとうございます。ラティアス、ラティオスがようやく揃いましたので、これもね、言いたいことがあるんですよ。ラティオスのイラスト、ハタチュウさんでございます。で、ラティアスのイラスト、西田優さんでございます。ね。どちらもいいイラストだと思うんです。なので、完全にクリーチャーズさんのね、発注ミスだと私は思うんだけれどもさ、相互作用するような特性がついているにもかかわらず、ラティオスの方にはラティアスが描かれてないんですよ。これなんか、すごいなんか、モヤモヤしません？私めっちゃモヤモヤするんだけど、まあ、もうちょっと言っとくと、エネルギーもすごい使いづらい組み合わせなんですよね。まあ、色で合わせてるから、まあ、これでしゃあないのかもしれないけどさ、もうちょっとなんか、ね、ラティオスラティアスを使いやすいように調整しようという意識なかったのかなってなんか思っちゃいました。思っちゃいましたです。まあ、フュージョンのカードだからね、今後化けていく可能性は十分あると思うんだけれども、描いてしまったイラストは元に戻らないんだよなとか思いながら、そんなところを感じる1枚でございました。残り8パック。かせていただきましょう。パルル、いわく、ここがラーラティアス、ゴローニャ。いいですね、このゴローニャ。今にも爆発しそうな感じですね。で、特性がやけくそボンバーでございますね。このポケモンが気絶した時に、相手のポケモンにダメ感10個の積100ダメージを与えるっていうね、技でございます。で、捨て身タックルという技使うと自分も30ダメージ食らうんだけど、これで死んでしまった時は、やけくそボンバーを発動しないという、なかなかちょっとね、面白い作りになっております。まあ強いか弱いかっていうと正直そんな使える感じではないと思うんだけど、なんかこれはね、愛情があっていいと思います。で、やけくそボンバーっていう特性に合わせたイラストになってるんで、これはね、うまいこと発注したなと感じるところですね。そう、やっぱね、カードゲームってイラストも含めてゲームだと思うので、こういうところのね、組み合わせがうまいこといってるカードで見るとね、めっちゃなんか嬉しい気持ちになります。これなんかすごい便利だよね。家に欲しくないスポンジグローブ。いいよね。特に水筒とか洗う時めっちゃ楽そうな気がする。これ欲しい。ボトルの溝の部分とかめっちゃ洗いやすそうじゃない欲しいなぁ。売ってんのかな、100均とかで。メルメタルいただきました。ハスノさんのイラスト。そしてのこち。今回メルタンもメルメタルもちょっと勢いあってかっちょいいイラストですね。面白いのがいずれも姉崎さんのイラストではないんですよね。これ発注先姉崎さんにするともうものすごい激アツにしてくれるんでしょうね。いや、鋼デッキちょっと盛り上がるんじゃないか。スターターデッキ100? あ、スタートデッキ100か。あちらの方もね、草鋼のデッキの方、ザマゼンタ V が新しい特性を持っていて、泥を引き直すカードめっちゃ強いと思うし、あとクチートが入ってるんですよね、デッキ。はい。で、バタフリーのイラストいただきました。ありがとうございます。浦塚龍馬さんのイラストめっちゃ可愛いね、これ、バタフリー。なんか定期的にバタフリーってさ、こっちのことキュンキュンさせてくるよね。では、残り4パックでございます。もう高レアリティ来ないかな？来ないかな？さあ、どうだろうな。もしかしたら SR2 枚箱。もしかしたら SR2 枚箱。ちょっと狙っていきたい。姫浦先生、今回ちょっと色合い濃いめですね。はい。ダブルレアが来たかな。はい。来てくださっています。もしかしたら私が話したかったポケモンかもしれない。よいしょ！お！来ました来ました。よしよしよし。一応今回話すネタは全部来たな。というわけで、いただきました。欲張りす V でございます。ありがとうございます。というわけで、こちら、イラストレーターさんが、プラネッタの山下さんとなっております。まあ、プラネッタさんっていうとね、もう皆さんご存知のイラストレーターさんなんですけれども、山下さんは新しい人でございますね。まずは欲張りすでデビューなされております。今後の方楽しみにしておりますと。あとね、このイラスト見て私すっごい気になったんだけど、7の実って4房だったんですね。私ずっと3房だと思ってて、ね、このイラスト見て、あれ ?4 房なんだと思って、ポケモン GO とか見た時も、うわ、すげえ4房だと思って、ね。やっぱそこはね、イラストレーターさんちゃんとチェックした上で描いてるんだなって改めて実感しました。あ、すいません。ちょっと江川さんのシャンデラを映しながらそんな話しちゃダメですね。はい。こういうこともあるね。こういうこともあるよね。そう。プロも人間なんだなっていう、そんなシャンデラのイラスト。そして、やっぱりプロの人って下調べするんだなっていう欲張りさんのイラスト。そんな2つが入っているのがフュージョンアーツでございましたと。はい。というわけで、最後、1パック、メルタン、ヌメラ、ガラル325、そしてヌメルゴンからのダンサーで締めでございます。ありがとうございます。よし。じゃあ、ちょっとリザルトの用意しますね。というわけでリザルトでございます。今回は9月の24日に発売されましたフュージョンアーツワンボックス開封させていただきました。開封結果このようになっておりますと。まず SR はシャンデラ V でございましたね。ちょっとスペシャルアートとかではなかったんですけれども、まあ個人的にはね、シャンデラ V、まあゴーストタイプのポケモンの中では2番目に好きな、ポケモンでございますので、まあ出てくださって嬉しいなと思うところではございます。まあ欲を言えばやっぱシャンデラ VMAX、もしくはミュー VMAX のスペシャルアート、どちらかですね、江川明さんのイラストを地引きしてみたかったという気持ちはあるんですけれども、まあしゃあないなと思うところでございます。で、からの、まあトリプルレアはミュー VMAX とシャンデラ VMAX、まあ引きたいところ引けたかな。ダブルレアはフーパと欲張りスとゲノセクトとパルスワンでございます。語りたかった2枚は無事引けました。これは嬉しかった。ただ、シャンデラもミュウも V が来ていないので、まだこの状態ではデッキで使えないというような状態になっております。なので、まあ、私としては今回語る部分に関しては、まあ良かったと思うんだけれども、デッキで使うにはちょっと不十分なところが多いなというような引きになりましたと。トレーナーズのカードを見ておきましょう。花月、2枚、ダンサー2枚、ポッドデントコーンが1枚、紙連れのひらめきが1枚という感じです。サポートは今回ちょっと種類多めですかね。このあたりのね、トレーナーズについては、まあカードショップでも比較的手に入りやすいので、デッキ作りたいんだけど、自分のカードをまだ持ってないし買えないんだよねって言ってる人は、とりあえずシングル買いをしましょう。そんな感じでね、シングル買いして作ったデッキでも全然戦えますんで、ね、そこをご安心ください。このトレーナーズというか、グッズの数やばくないですか？こんなに種類あんの？しかもこの2つって、あれですよね、2枚セットで使うようなカードですよね。で、最後、スケーターズパークと、フュージョンエネルギー、こちらが2枚でございます。デッキを作るためにボックス買いしないといけないとかっていうようなイメージ持たれてる方、見てわかる通り、ボックス買いしてもデッキ作れるわけではございませんので、どちらかというとシングル買いの方が効率はいいところでございます。もちろんパック買えれば最高なんだけれども、パック買えない今はね、シングル買いでデッキ作っていくっていうのも全然ありだと思いますよ。やっぱスペシャルアートあったかったな。まあちょっと、まあそこはね、ボックスがね、もうこれ以上はちょっと手に入らないので、もうあとはシングル買いするかどうかちょっといろいろ考えていきたいなと思うところでございます。といったところで今回の動画は以上でございます。よろしければチャンネル登録や評価、コメントなどでいただけますと幸いでございます。それではまた次回の動画もお楽しみに。またね。ご視聴ありがとうございます。今回の MVP はこちらのカードでございます。皆さんが気になるカードはありましたか？コメント欄で教えてくださいね。特攻庁のマスメディアではポケモンカードのコレクター向けの動画を投稿しております。他の動画が気になる方はチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。すべてのカードに価値を。特攻庁でした。